こんにちは。こんにちは。佐藤誠チャンネルです。今日は M&教皇81回目の配信です。今回は私、ゆきこと、とゆか、はい、と情報は、はい、情報は何がお送りいたします、はい、3人でお送りします。よろしくお願いします。もう6月も終わりですね。早いですね。すぐに7月、はい、もう今年も半分過ぎましたね。ということで、はい、でも思い返してもう7月なので、もう夏本番な、ね、はい、ニットと M&教皇の洋服紹介したいと思います。今日ちょっと 夏らしい、可愛いモチーフが、はい、わかりますかね。あのサボテン柄になります。わからなかったです。よく見るとでも可愛いサボテンですよね。そうですね、言われてみたらもうサボテンにしか見えないんですけど、ちょっと水玉かなみたいな感じね、はい、でもなんかなんだ、個人的にはすごい好きな、私も好きです、はい、シリーズになりますので、ね、こちらを紹介したいと思います。私の着ているこちらのプルオーバーから、はいはい、紹介します。サボテンボーダー半袖ショート丈プルオーバー、はい、でおサイズが1と2で、お色がとゆかさんが持ってらっしゃるのがオレンジ、こっち、ね、はい、オレンジ、はい、でもう一つの持ってらっしゃるのがベージュ、ベージュ、はい、ゆきこさんの着ている色がブルー、はい、ブルー、はい、で持ってらっしゃる色がブラック、ブラック、4色展開ですね、はい、お値段が 28,600円です。はい、ちょっと色目が分かりづらいんですけれども、はい、これがオレンジ、はい、オレンジ、ベージュ、パープル、ブルー、ブルー、ブラックになります。どこの色を取って、ね、なんか贅沢に色を使ってるので、ここの色ですかね。ここですかね。この配色で覚えていただければ間違いないかなと思います。はい、あの明るめの全体的にお色が揃ってて、ブラックはもうシックなんですけれども、はい、はい、また配色が面白いですね。面白いですね、はい、色違うとなんか全く別のものみたいに変わりますね、うん、そうですね、表情が。これよく見るとポコポコとついてる、ね、なんだろう、なんとこれ、はい、サボテンの花なんです。咲いてるんですね。モチーフにしてるんですけれども、かわいい、かわいいですね、うんうん、ちょっとこうあの膨れてる感じで凹凸があるので、お花がたくさん色使ってます、うん、入ってますね。あ、そうですね、あ、こちらのってかわいいです。立体的です ね、はい、ね、これも編み込んで作ってるんですよね、きっと、あ、そうですね、凝ってます。とっても編みで作ってる、あの佐藤繊維ならではの、うん、はい、すごく技術のあるニットに仕上がってるんですけれども、はい、軽い、すごい軽くて涼しいです。ふわしいと草が入ってますね、はい、あ、やはりそれすごい涼しいですね。サラサラ、ね、あの着てないぐらい、よく言うんですけど着てないぐらいの、ね、はい、気持ちです。ゆったりめですね。これでサイズがあるので 1を着てるんですけれども、はい、これぐらいな感じです。お子さんの身長が157です。でも着丈そんなに、はい、そうですね、そうですね、あのパンツ、ロングスカート、パンツとかスカートとかと合わせやすい、あの、うん、インしなくてもちょうどいい、はい、バランスになる丈になってますね、はい、ここもゆったりしてますし、重ねてね、はい、今日みたいに、あ、そうですね、そうですね、寒い時とか、はい、あの肌見せたくない人は中に着ても全然あのこれだけゆとりがあるので、はい、大丈夫かなと思います。はい、はい、で今日は下にパンツを合わせてるんですね、はい、パンツを合わせてみました。ちょっと上がコンパクトだったので、思い切りワイドなパンツを履いております。じゃあこちらの、はい、はい、紹介お願いします。お伝えします。ダイヤ柄製品染めニット使い切り替えタックパンツ、はい、でサイズが1と2があります、はい、でお色がとベージュ、ゆきこさんが履いてらっしゃるのがベージュ、はい、であとはダークブルーと、はい、
ブラックがちょっと今の品物がないので、はい、色目がこんな感じです、はい、ちょっと生地も違うんですけれども、詳しくはネットの方で、はい、ネットの方で、はい、でお値段が41,800円ですね。はい、コットン100です。コットン100です。はい、すごく分量使ってます。そうですね。いっぱいここタックが入ってて、はい、わかりますかね。そう、あ、そう、ここに切り替えがありまして、タックが入ってます。片足で3本しっかり入ってるので、ここの太ももの部分はすごくボリュームがあるんですけど、でも落ち感でボリュームパンツなんですけど。落ち感で着れるので、はい、可愛いですかね。ストーンとしていいですね。そうですね。このボリュームがすごくいいですね。あのちょっと製品染めなんですけど、生地がダイヤ柄みたいな感じですかね。モノトーンですけどね、すごい編み柄が可愛い、はい。そうですね。なんか無地ですけど雰囲気がすごくあるので、うん、なんか生地に高級感が増すといいますか、はい。涼しげにも見えて、丈そうですね、157で、今ウエストで履くとこんなぐらいですか、足首が出ます。いいですね、はい。で腰履きにするとちょっと下がるんですけど引きずらなくて、うん、はい。足首のところが少し狭くなってるんですね。はい、そうですね。なのでなんかこうボリュームが出てるんですけどすっきり見えるっていうんですかね。うん、うん、うん。はい。なんか形がすごくおしゃれ、アラジンパンツみたいな感じ。そうですね、たっぷりしてます、うん、はい。でもなんか、うん、いいですね、いいですね、夏いいですよね。夏いいです ね、 ね、確かにあの空気感が張り付かなくてすごく涼しく履いていただけます。綿なので冬とかでも、うん、ね、なんか中にリリース重ねてもいいですね。いくらでも着れますよね、下。再現なくたくさん着れます。中いくらでもね履けますので、はい、うん、コットンパンツは万能なのでいいですね。その中でもちょっとデザインの効いたパンツで、はい、今日合わせました。ポッケも左右ついてますね、はい、ポケットがたっぷりとサイドについてて、こんな感じでカッコつけれます。かっこいいです。かっこいい、かっこいいです。私は今日あの、まあ、トップスの、はい、あのニットだったのでパンツ合わせたんですけど、ゆかさんはワンピース、あのワンピースなんですよね、はい、切り替えのなんかスカート履いてるのかと思いきや1枚で、そうなんです、はい、ワンピースになってるのでこちらも紹介いたします。はい、お願いします。サボテンボーダー不白使いワンピースですね、はい、サイズが1と2がお色目がゆきこさんが持ってらっしゃるのがオレンジ、オレンジ、はい、オレンジで、これ着てるのがベージュ、ベージュでブルーが持ってらっしゃる、あとブラックです、ブラック。でニットの色目ということですね。さっきと、はい、同じ色目になりまして、お値段が38,500円です。はい、はい、で下の切り替えの下のスカート部分がベージュは、さんのベージュに、ベージュ、はい、ベージュっていうんですかね、はい、でこちらがちょっとちょっと違う色でオレンジがつきます。で残りの2色は同じ色ので、上がこう色が違う、ブルーとブラックっていう感じになってますね、はいはい、これ同じ色の、はい、スカート部分になっております。はい、なんか雰囲気が、切り替えがなんか1枚で、あ、そうなんですよ、ね、コーディネート成立するので涼しいと思います、うん、夏。楽です。なんかもう着替えするだけで汗かくじゃないですか、夏って。夏ってワンピース、ね、いいですよね。もう風入るし確かにワンアクションで着れるん で、 そうです、ね、はい、で切り替えも少しウエスト、そうですね、はい、ウエストラインですね、いいラインなので、うん、すっきりと見えますし、はい、なんか、そうそうそう、腰高足長効果にあります、ね、そうそうそう、さらにその通り涼しそうです、はい、でセーターよりちょっと肩がドロップしてるんですよね、はい、フリーサイズ、あ、でしたっけ、あ、すいません、サイズ1、2展開ですけど、これが1でこっちのセーターよりもちょっとドロップしてます、はい、そうですね、うん、はい、
も1と2のサイズがあります、はい、今着ていただいているのが1です、はい、はい、でもゆとりが割とあるので、はい、そうですね、はい、ふわっとしてて切り替えのところにもここもタックが入っているので、はい、前とあと後ろにもこことここ前と同じように、はい、タックが入っているので、はい、ゆったりしております。ゆなさんの身長が158です。で着丈があもう結構ふくらはぎしっかり隠れるぐらいですね、ちょうどレギンスが見えて、うん、ちょっと色が楽しめる感じですかね、うんうんうん、これここの素材は先ほどと一緒にコットンですね。コットンなんですね、はい、いいですね。ちょっとシワ感のあるナチュラルなコットンに、はい、いい、なんかナチュラル感があっていいですね、はい、うんうん、上のニットとよく合ってて、なんか軽そうです。軽いですね、うん、で透け感もないので全くないですね、はい、安心して1枚で着ていただけますね、うん、はい、はい、丈も小さい方だったらもうちょっと長くなりますし、そうですね、こんな感じで、うんうん、ね、足首が出るかなぐらいですね。そうですね、ちょっと今日レギンスも、あ、はい、はい、履いていただいてて、グラデーションなんですけど、そうなんですよ、可愛いですよね、表情が。本当だ、あと左右も違うんですけど裏と表も、そうこれもおしゃれですね、縫い目がないんで、うん、はい、じゃあこれも紹介したいと思います。切り替えボーダーレギンス、でおサイズが1と2ですね。でお色目が今ゆかさんが履いてるのがオレンジ、はい、オレンジ、持っていただいてるのがベージュ、でゆきこさんが持っていただいてるのがダークブルー、はい、あとブラックが、ブラックがあるんですね、お作りでございますけど、はい、ちょっと今ないので、はい、ネットの方で見ていただいて、でお値段が2万2000円で、こちらは手洗い可能です。はい、あ、嬉しい、嬉しいですね、可能のものです。そして嬉しい、はい、シームレスです。あ、そうですね、ゴロゴロしないやつですね、もう履いててもすごい楽です、はい、これはあれですね、あのプルオーバーとかも作ってて、あ、ありますね、はい、前と後ろが違うっていうもののレギンスバージョンで、すごく足元でこういうのもおしゃれですね、おしゃれですね、アクセントが足元にあると、はい、なんか差がつきますよね。ね、で色目がね、さっき左右違うっておっしゃってたけど、はい、そうなんですよね。右足と左足ってちょっとグラデーションの部分が出る色が違うんで、はい、それがまたおしゃれ。おしゃれですね。可愛い。そうですね。ボーダーなんですけど、うんうん、まあ、この切り替えで縦線が入る感じがあるので、すっきり見えますね。ボーダー感がなく。なるほど。これはちょっと夏いいレギンスかなと思います。いいですね、履き心地も良さそうですし。うん、あとグラデーションのとこちょっと光沢感もあって、うん、なんかそれが、ね、キラキラしますよね。そうなんです、これね、清涼感がわかるんですけど見えますかね、はい、そうなんです、なかなかない感じですね、これいいですね、いいですね、細い糸番手で編まれてる、すごい手触りのようなニットですね、はい、これもぜひぜひご一緒にコーディネートするのおすすめになっております。今日帽子も、はい、はい、可愛くかぶってます、ニットと同じ柄でかぶっていただいてるので、はい、じゃあこちらも紹介しますかこれも、はい、じゃあ紹介します、お願いします、はい、サボテンボーダーニット帽です、はい、でおサイズがフリーサイズですね。でお色がとゆかさんが持っているのがオレンジで、かぶっているのがベージュ、ベージュで、手に持っているのがブラック、でゆきこさんが持っているのがブルー、はい、4色展開ですね、はい、でお値段が1万3200円ですね、はい、これもニットと合わせたそうです、ね、はい、ものでサボテンの柄が、はい、薄いので夏涼しく、涼しいですね、これもかぶっていただけると思います。なんかセットするとよりコーディネート感がすごいボリュームが出ておしゃれなんですけど、お帽子だけでも楽しんでいただけますし、ちょっと夏この帽子はいいのではないかなと思います。いいですね、セットされて、はい、口の色もいいですし、可愛いですよね、このリブのところもちょっと糸がかすりになってて、はい、そうですね、単色じゃないかすりの感じがまたおしゃれなので、ちょっとポイントになってます、はい、すっきりしてます、ありがとうございます、はい
ないですか？いや全然きつくないです。着ててなんか本当にあなんか被ってるの忘れるぐらい柔らかい、ね、夏いいですよね。夏でもやっぱりお帽子、ね、ちょっと髪の毛隠したいとかある方いらっしゃるんですけど、うん、どうしても暑いイメージがあるけど、うん、これは通気性がいいですので、はい、これはぜひ夏のお帽子にはニットおすすめになります、はい、あと私もちょっと今日ターバンつけてるんですけれども、ターバンちょっとあの今日一つしかご用意してきてないのですが、はい、ちょっと情報だけ、はい、ぜひせっかくなので、はい、ファンシーミックスボーダージャージ使いヘアバンド、はい、でおサイズがフリーサイズで一応お色目今つけていただいているのがピンクミックス、はい、他にベージュ、ダークブルー、ブラック、はい、4色展開でお値段が7150円です。ちょっとあのニットの部分でお色をお見せできる感じですかね、うん、そうですね、ニットの部分の色目になってますね、はい、ゆりこさんがしているのがピンクミックスです。はい、ピンクミックスで持ってらっしゃるのがベージュ、ゆりこさん持ってるのがダークブルー、でもう一つはブラック、はい、でニットの部分がこの色で、であの半分半分はそうなんです、のがちょっと今お色味がないので、はい、ネットの方でなんか新しいタイプですごくいいで可愛いです。こっち半分半分でもいいですし、こっちでもいいですし、こっちでもいいですし、はい、また回転させて、ご紹介できる時あると思いますので、あとネットの方で色目は確認していただきたいと思います。はい。というわけで今日はこのサボテンシリーズをご紹介させていただきました。はい。本日紹介した商品はエマンド京子を取り扱っていただいている小売店または直営店にご相談ください。では近くにお店がない方はクロスイットオフでご覧になってください。またこれからも楽しい商品ご紹介していきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。